はい。皆様、こんにちは。こんばんは。ヒロです。箱です。見えてますね。箱です。はい。箱ですって言いながら、今日はね、ちっちゃいですよ。箱。ほら。おろー。ね、ちっちゃいです。あのね、まあ、あいろいろ考えまして、えー、アップデートしようと。えっ、ー、とですね、音響ですね。私の音響系をアップデートしようと思いまして、えー、これを手に入れました。 まあ、クリスマスもね、えー、あと2ヶ月に迫ってきておりますし、あのね、やっぱり、こう、なんて言いますかね、マイクがこう、まあちょっとあれはスタンドを買わなきゃいけないんですけど、こうね、マイクがここに来てね、こう、取れるっていうのは、やっぱり、お綺麗な音質で取れていいのかなと思いまして、もちろん、あんな大きいもの出先に持っていくことはできませんが、ここでね、えー、ここです、こう、なんかこういう、こういう,う,う,いうアームを、ここにつけて、で、ここにマイクをッっ置いて、綺麗な声で、 まあ元々の声がね、声質がこれなんで、ちょっとそれがどれぐらい綺麗になるかっていうのは分かりませんけども。よいしょ。<laughs> ということで、システムをね、えー、アップデートしようと思って買いました。はい。a z o n さんで、ね、買いました、はい。ちょうどね、今、ディスカウントだったんですね。セールだったんですよ。セールでね、えー、通常249ドルですかね。250ドルぐらいするやつが200ドルぐらいで、50ドルオフぐらいになってたので、えー、買いました。はい、これです。 フォーカススライトのソロステューディオですねこのフォーカスライトは本当にプロの方もプロっていうかねあの本当たくさんの方が使っておりましてこのフォースジェネレーションね4代目が出てからなんかいろいろいろんなところが細かいところがアップデートされてるようですがでなんで私が今回このソロを買ったかというとまあ2つあれば十分だろうとあくまで私の、えー、なんて言いますかポッドキャストではありませんが私が、えー、こうね 使うようよななのででこれで十分だなと思います例えば他に多くのインプットがある場合っていうのはなんかもっとですねいっぱいあるらしいですけどまあそこまでのものね今の私には必要ないだろうということで、えー、最初はねこの赤い箱だけこの赤い箱だけね買おうと思ってたんですがせっかくならねこのスチューディオというやつもおお買ってみようかなと思ってなんだこりゃ これ、マイクスタンドになるらしいですね。厚紙ね。いや、ちゃんとスタンドは買おうと思いますが。ということで、もう勝手にどんどんですね。開封の儀をやっております。あ、こんなちっちゃいんだ。ちっちゃい。ね。赤い箱。というか、意外と厚みがありますね。ね。赤い箱。ほう。でね、あの、まあ、スチューディオなので、いろいろついてるんですよね、えー。こういったケーブルとかですね。あと、この USB とか、これなんだろう。 これマイクスタンドじゃないですかね。マイク、多分マイクスタンドですよね。よくわかんないですけどね。まあちょっとね、マニュアルもしっかり読んでですね。で、ヘッドホンも結構ボロボロになってきたので、まあ新しくする意味でヘッドホンも買いました。新調する意味でね、ヘッドホン付きのものがいいなと思って、えー、これにしたんですね。これどっちがどっちかな。えー、っと、右とか左とかどっかに書いてるのかな。書いてないな。まあ普通ケーブル出る方が大体左なんですよね。 あ、いいじゃないですか。あのね、耳が <laughs>、これ何をやってるかって話なんですけど、耳が完全に入る感じですね。耳がね、すっぽり、耳がすっぽり入ります。よっぽど大きい耳でない限りは、この中に入っちゃうんじゃないですかね。えー、なのでこう、耳が途中でこう潰されるっていうこともなく、耳がすっぽり入るので、多分気持ちいいんじゃないですかね。余計な雑音が聞こえずに、ね、ということですね。 ヘッドホンが正直新しくしたかったこともあったんですねあとマイクマイクがねこれはコンデンサーのあれですよねマイクですよねよいしょうわなんかうわ立派重量感あるなうわなんか立派な立派なマイクでございますねまあこれであのこうね別に <laughs> じゃないんですけどおおあーこれねあっ これいいですね。風の、なんて言いますか、息がボーボボーボーならないように、ちゃんとね、この綿がついてるっていうのはとてもいいと思います。で、これをスタンドに立てて、えー、こうアームを買ってきてスタンドを立てて、こうやって喋れば、あの、声も以前よりもよりクリアになって、えー、皆さんに聞きやすいお声を提供できるかなと思っております、えー。残念ながら声の質はね、これを通しても変わりません。おっさんの,おっさんの声はおっさんのままですけども、まあ、 あの、この声でお付き合いください。ということで、今日はこれぐらいしか、あのでき、お伝えできないんですよね。これを、例えば、あれですよ。こう、今じゃあ早速セットアップして鳴らしてみようとかって言っても、ちょっとピンとこないので、しばらくね、使い込んで勉強しなきゃいけないと思うので、すぐにはできません。 これがあれですよ。やらせなしっていうのがいいですよね。本当は開けたてなんです。なので私フォーカスライト使ったことないので、まあこれを機にね、ちょっと勉強していきたいと思ってます。ちょっと開けましょうかね。せっかくならこの、このね、皆さんはやっぱりフォーカスライトお使いですかお使いですかね。あの、卓ク,クとかでも十分使えるらしいんですよね。あの、で、これがあることで、しょよいしょ、なんかテープが、これがあることで、 なんて言いますかね。アンプがなくても取れるんですよね。例えば私が先日買ったアンプの何でしたっけえっと、なんか買いましたよね。アンプハウスだったかな。ああいうのも直接、よいしょ。キャビシミュレーターを経由していけば、あ、綺麗な赤だね。綺麗な赤ですね。なんか赤メタリックな感じね。いけば、ほ、シンプルでいいですね。 あなんかこのちょっと高級感あるというかちょっと硬めのボリュームの感じいいですね。<laughs> そんなんどうでもいいですよね。うん、でこのヘッドフォンが別にねボリュームが調整できるとかっていうのもいいと思いますしこれが全体のアウトプットですね。ヘッドフォンだけが別になってて。 個別調整できるとこれジェネレーションの3の時っていうのはソロはですねこれがヘッドフォンとアウトプットが共通になってたと思うんですがこのフォースジェネレーションからはヘッドフォンはまた別にコントロールできるこれはすごいねすごいありがたいんですよ私これが前のジェネレーションサードジェネレーションでは1個しかなかったのでだからあの2倍2ですかねあの2つのやつをこの1つ上のやつを買おうと思ってたんですよこのヘッドフォンを。 が別になっているということでただ今回からこうやって別になりましたんでねこれはすごいありがたいです。というのがアウトプットっていうのはパソコンのレベルゲージを見ながら出すんですけどそうするとうるさくなりすぎちゃうことがあるので私は少しヘッドフォンの音はね小さめにしたいなっていうのがあるのでこれはいいですね。で今回からは後ろにこのマイクのね端子が後ろに来たらしいです。 フロント、前はフロントに2つあったんですけど、フロントはあくまでインストルメントですね。ギターのケーブル。なんかちっちゃいな。これでいいのか。すごい小さく見えますけども <laughs>。これを刺すだけ。で、後ろが、いいんだよな、これでな。で、後ろが、あの、マイク用のインプットになってるという感じですね。はい。ということで、今日は、まあ、非常に、何て言いますか、 はしゃいでる <laughs> はしゃいだ感じですねの私でございますがえっとこのねフォーカスライトを買ってみましたあとはね説明書を読みながらなんかこれですねいろいろなソフトウェアがバンドルされてるっていうことでえもちろんこの中に入っておらんのであのダウンロードだと思いますえどっかになんかシリアルナンバーかなんかで落とすんでしょうねちょっとその辺はよくわかりませんがえソフトウェアもあるそうなのでその辺も使っていきたいと思います ということで今日は、えー、これ半分映ってます隠れてましたね。<laughs> ということで今日はいつもとちょっと違う感じでフォーカスライトのこれです、ね、ソロ、スチューディオを買ってみたということで、えー、開封の儀をさせていただきました。今後ね よりハイクオリティな、いいクオリティの音質でお届けしたいと思っております。最後まで見ていただき、どうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それから各種 SNS もぜひフォローの方お願いいたします。ひろでした。バイバイ。